陸中沿岸地方の冬の風物詩、鵜の鳥神楽と黒森神楽が1月初めから2月中旬まで沿岸各地を巡行しました。夜神楽に集まった観客は勇壮な舞に胸を熱くし、滑稽な仕草に心を和ませていました。今では陸中沿岸だけに残された回り神楽は全国的にも貴重な文化財として注目されています。普代村の鵜の鳥神社で神楽の舞立ちが行われました。巡業に携える獅子頭に魂を移す儀式です。魂が宿ると権現様と呼び、各地域や住民を祈祷する御神体となります。ほとんどの神楽衆は田野畑村の出身ですが、鵜の鳥神社の権現様を携えることで鵜の鳥神楽となります。鵜の鳥神楽や黒森神楽が神社に直接所属していないのは、江戸時代から沿岸地方の山伏集団がさまざまな変遷を通して作り上げてきた形態で、現在も舞い手は各地から集まって神楽を演じています。神楽の一行はこの日の宿となる鳥居公民館に舞い込みました。権現様を安置して米や豆、塩などを備えます。鳥居集落の子どもたちが榊場という舞の練習をしていました。夜神楽で舞うために久々の稽古です。小学校でも習っていますが、鳥居集落では師匠に直接教えを受けています。地域の人々も期待を込めて見守っていました。夜7時過ぎ、夜神楽が始まりました。演目の岩永姫は、ヤマタノオロチの化身岩永姫が熱田明神に忍び込み、宝剣草薙の剣を奪いますが、大和タケルの命に退治されるという舞です。ははそこまたにおられる神は何神になるぞや。火の川は草の尾の命が山田のオロチを退治する物語です。老夫婦の頼みで8人姉妹の最後の娘を奪いに来る怪物を酒で酔わせて戦います。大蛇は8つの頭があるので、切られてもすぐによみがえります。縦横無尽に立ち振る舞う姿に会場は観客の歓声に沸き上がりました。地元鳥居集落の子どもたちの榊場が始まると、会場は熱気を帯びてきました。榊場は神に供え物をする時の舞で、すべての舞に通じる所作が含まれます。観客は可愛らしい仕草にハラハラしながら声援を送っていました。昭和55年からの子どもたちには学校で取り上げていただいて、そしてまあ後継者養成の一環となれば足りないようにはしていきたいなと思って、いろいろ保存会など作ってやってますけれども。
鳥居集落は昔、宿坊が立ち並び、鵜の鳥神社の参詣者でにぎわう門前町でした。鵜の鳥神社は今からおよそ1200年前の延暦年間、鵜ね鳥山薬師寺の建立が始まりとも、また大同2年の鵜ね鳥大明神の開基が始まりとも言われますが、定かではありません。明治の初めまでは修験者たちの山岳信仰の霊場として栄え、現在も沿岸各地の信仰を集めています。山頂には松の枝を結び良縁を願う風習も残され、縁結びや大漁祈願、海上安全の願いが託されています。神楽は神社を舞い立って10日目に岩泉町の漁港おもとに舞い込みました。松迎えは泉州と万勢の兄弟が新年に門松を立てる言われを解き、新年を祝う舞です。榊場を舞うのは田野畑村和野の中学2年生工藤拓博くんです。2年前から神楽を習っています。初めて巡業に参加しました。和野地区には昔から神楽が伝えられています。2年ほど前から11人の小中学生が神楽を習い始めました。この日は村内の郷土芸能発表会に参加するために練習をしていました。メンバーの多くは許す時間の範囲で巡業に加わり、自信を深めています。新しい踊りが入るとそれをこう練習していって、それを自分のものにしていくのがすごく楽しいんで、続けていきたいと思います。結構みんなに人気っていうような感じだけだから、やってみたくなります。みんなの前でやっぱりみんなに見てもらって喜んでもらうのが一番嬉しいです。中学3年生の工藤敦弘くんの山の神舞の稽古です。メリハリと勇壮さを要求される舞だけに師匠も力が入っていました。弟の拓弘くんと一緒に巡業に参加しました。神楽をこうやってみたい。最初はやっぱつまんなかったですけど、やっぱ最後になってくればやっぱ面白いです。やっぱ好きだから覚えれた。じゃあやりましょうかって呼びかけたところはみんな来てくれるの。だからもう やる気だったらば、まあ俺も本気になって教えねばなんねえなと思ったわけです。こうして南方人さんも教えてみるというと、やっぱり教えのより習う方の真剣さですな。やっぱり習う方が本気になっているというと、どうしてももう一足も間違えられねえだし、で覚えるのもたじまじ覚える。でこの子たちのうちの何人かが後継者になってくれればいいな、それだけお願いしています。2月中旬、大槌町の漁港赤浜の集落を門打ちして歩いていました。巡業は毎年南回りと北回りを交互に行っています。鵜の鳥神楽は今年は南回りで、普代村を手始めに釜石市まで南下します。一方、宮古市を立った黒森神楽は北回りで野田村あたりまで巡業しました。白浜集落では3代にわたって宿を提供している民家で、2晩続けて神楽を舞いました。
俺の父さんがぐだほりせきずいやわるから手やさずゆぬなんねえども、そんだどもまあやっぱそうかぎさまであれんす。ただにまってもあるぐのもようやぐだどもこうすって歩くども、ごんぎさまのおかげさまでまあ命あれて助かっていんのべもあれだが、んだかごんぎさまおでつどなげなんだこぼしてなぎやんすん。俺の父さんまあたっさなうざ、俺もたっさなうざできるかげだ。昔から宿の宿から泊めてでもっておかげさまで今で入れ戸が一つもすねで、こうやって稼いでおりやんすが浜さんも出だれして、家族総出で神楽衆の世話をしていました。連休を利用して厚弘くんも弟と参加しました。練習を積んで山の神舞で舞台を飾りました。観客も若者の前に感嘆の声を発していました。直すとかいっぱいあるんで、神楽には一番うまいっていうのないから、常に上を目指して。狂言は滑稽な仕草や掛け合いで観客を楽しませます。この日は民族芸能研究者の神田依子さんも見に来ていました。やっぱり個人のうちで神様を自分の家に迎えて神楽をやるっていうことをがすごく今でもそれが残ってるっていうのが素晴らしいなと思うし、今この辺だけなんじゃないかな。芸能と信仰と生活がきちんと結びついているっていうのは本当にこの辺だけですから、その意味ではすごく大事にしてほしいし、やっぱりみんながそれを自覚してやらないとこういうものってすぐなくなってしまいますからね。それは誰もが自覚して大事にしてほしいなっていうことは思いますね。若者の力がこうどんどんそのグループあるいはもっと大きく言えば伝統芸能を変えていく、それだけのエネルギーを持っているんだなっていうことで、とてもすごいいいなっていう感じはしてますね。やる方の保存はできやすいような気がして、見てもらう方の観客の保存が難しいじゃないかなと思います、っていうのはこういう宿のこととかですか。そうですね、宿があってもたくさんの人が来てくれるということで嬉しいです。やっぱり前年不足になるんじゃないかなと思うような気がする、やっぱり芸能というのは見る人やる人があって見る人があって、成り立つものであってなんです。地域の暮らしに息づいている伝承文化、これからも心のふるさととして大切にしたいものです。